あなたは幸せですか？精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日の一冊。今日は YouTube 書評したいと思います。紹介する本は、幸せな人にとっては当たり前なのに、多くの人がやっていないこと。かかとこり著、朝出版ですね。この本ちょっと読んで考えていきたいと思います。ポイントは3つです。幸せ探し、自己否定、楽しむ。幸せ探し。この本の私の好きな一節、積極的に幸せを探しに行くっていうのがあるんですけども、幸せというのはどこにあるか皆さんご存知ですか？メーテルリンクの青い鳥という本が私大好きなんですけども、チルチルとミチルが幸せな青い鳥を探していろいろなところを旅にする。しかし最終的に幸せはどこにあったのかというと、自分の家にあった。自分の家にいた青い鳥が実は幸せの青い鳥だったという話ですね。幸せというのは実は私たちの中にある、私たちの身近にある、私たち自身がすでに幸せを持っているという、ことが、まあ、青い鳥のテーマになっているんですけど、私は幸せっていうのは実はそういうもんじゃないかなというふうに思います。つまり幸せっていうのは探さないと見つからない。つまりまず幸せになる第一歩は幸せについて考えてみるということですよね。この本を読むとですね、幸せについてどうしても考えてみるということになります。幸せについて書いた本を読むと幸せについて考えるのがことになりますので、非常にいいと思うんですね。そういう幸せ探しのチャンスを与えてくれるということです。二つ目、ポイント、自己否定です。自分なんかどうせ何をやっても、みたいなね、ことを口癖にする人がいると思いますけども、自分を否定し続ける限り幸せになれるはずなんかないじゃないですか。だって自分がダメだ、俺はダメだ、何やってもダメだっていうのに、すごい幸せっていう人は、まず考えられないですよね。ですから、まず、幸せになるためには自己否定を捨てる。自分を否定するようなネガティブワードを捨てるということから入ってみるということが大切なんじゃないでしょうか。つまり自分自身をもっと認めよう。自分を肯定しようということですね。つまり自分の考え方一つで幸せになれるわけです。言葉遣い、考え方をちょっと切り替えるだけで幸せの第一歩って進められるんじゃないかなと、この本にも書いてありますし、私はすごく共感するんです。三つ目のポイントは、楽しむ。人生を積極的に楽しむ。当たり前のことかもしれないけど、当たり前って言ってくれてる人はすごくいいと思うんですけど、人生を楽しめなければ幸せになんかなれないですよね。だけども、多くの日本人は楽しむことを罪悪感だと思ってます。何か仕事をすることが、すごくいいことで、休日に休んで家族と過ごしたりですね、人生をエンジョイするっていうことが何か申し訳ないとかですね、例えば残業、しないで早く帰ると非常に申し訳ないというふうにですね、楽しむことに対して非常に控えめで、つつましやかすぎる、ある種罪悪感みたいなのを持っているという僕は日本人の悪いところじゃないかなというふうに思うんですね。まあ逆に言うとこういう楽しむっていうことを人生をもっと楽しもうよというふうに日本人が考えられない限り、例えば日本人の自殺者3万人というのは減らないと思うんですね。そういうまあマインドの転換、もっと人生を楽しんでいいんじゃないのっていうメッセージ、僕はずっとインターネットとかってそういうことを発信してるんですけど、まさにこの本にもですね、人生を楽しもうよってことがきちんと書かれてたので、とても共感しました。もっと人生を楽しんでいいんです。皆さん方も人生を楽しんでください。幸せな人にとっては当たり前なのに、多くの人がやっていないこと。まとめ、一言で言いますと、この本はまあ幸せ探しの地図と言ってもいいんじゃないでしょうか。幸せについていろんな、こういうことをした方がいいよ。こういう決断が必要だよ。いろんなことが書かれていますけども、全部やる必要はないと思うんですね。皆さん方心に響いたこと、あるいはこの本読んで幸せって何だろうっていうふうに考える時間を持つってことがとても重要なんじゃないかなと思います。Find your happiness。皆さんの幸せを探してみませんか？カバチャンネル、幸せはどこにあるのかいかがでしたか？カバチャンネルでは精神医学、脳科学、心理学などわかりやすくお伝えするチャンネルです。面白いと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、赤いボタンのクリックをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。